さこ様の子育て術。今回は高円宮徳仁親王の妃である久子様の子育てについてご紹介していきます。国民から大変親しまれている久子様は3人の女王殿下のお母様です。皇室内の子育てについてはなかなか国民が伺い知ることはできませんが、興味のある方も多いのではないでしょうか。明るくはつらつとした久子様の子育ての一部を垣間見られるようなエピソードをご紹介していきますので、ぜひ最後までご視聴くださいね。楽しみながら自らの手でお子様の幼少期、まず継子様、徳子様、綾子様という3人のお子様方を育ててこられた久子様のお嬢様方が幼い頃のエピソードをご紹介していきます。三女である綾子様が幼稚園を卒園された時の謝恩会のこと、保護者による3匹の子豚の寸劇が行われることになったのですが、久子様はなんと自ら狼の親分役を買って出て、かぶり物までお召しになり、オラオラなどと役になりきって真剣に演じられたといいます。気さくに謝恩会の出し物に参加してくださる久子様のお姿に、出席した保護者たちは皆さん感激したそうです。また小学校の運動会を観戦しにいらっしゃった際には、お子様方のチームの色が黄色だったことから全身黄色のスーツ姿でおいでになり、卵焼きやたくあんなど黄色の手作りお弁当を持参されたというユニークな逸話も残っています。一方で久子様は自ら車を運転してお子様方のお稽古ごとの送迎をされたり、子供の話は仕事中であっても一旦それを片付けて真剣に耳を傾けることを心がけて子育てされたりするなど、世の中の多くの親が行っているだろう姿、もしくは多くの親が目指しているだろう姿を実践していらっしゃいました。仕事中であっても子供の話に真剣に耳を傾ける、これはとても重要なことであると頭では理解できても、実際に行うことが難しいことは子供を育てたことのある方であれば共感できる方も多いのではないでしょうか。皇族だからといって特別扱いや特殊な育児方法を取り入れるのではなく、お忙しい公務の傍ら子供をお稽古の教室に送ったり、子供の話にしっかりと耳を傾けたりと、親が行う基礎的な事柄もおろそかにすることなく、しっかりとご自分のできることを考えてご自分の手で行っていらっしゃったそうです。それでいて久子様自らがキッチンに立ってお作りになってきた料理は肉じゃがやとんかつなどのいわゆるお袋の味。ただし久子様が常々お子様方に伝えてきたのは、人様が作ってくれた料理は好き嫌いせず何でもいただくこと。久子様にまつわる子育てエピソードのすべてに言えることは、自らの手と足で能動的に子育てをされていることでしょう。そのような母親としての久子様のお姿は国民にとっては非常に身近に感じるとともに、楽しみながら前向きに子育てされてきたことがうかがえ、なんとも微笑ましいですね。たくさんの引き出し。久子様の子育てについて話を進めていく上で避けて通れないのが、2002年に突然訪れた高円宮徳仁親王の皇居でしょう。カナダ大使館でスカッシュを行っている最中に突然心不全で倒れられた徳仁親王、そのまま帰らぬ人となってしまわれたのです。ご家族の仲が良く、しかも娘である継子様、徳子様、綾子様は当時それぞれ16歳、14歳、12歳の多感な年頃、その悲しみはどれほどのものだったかを考えると胸が痛みます。しかも徳仁親王は生前さまざまなスポーツに精通されており、ご自身もスポーツマンでいらっしゃったため、その出来事はまさに青天の霹靂だったことでしょう。しかしながら、そうした壮絶な悲劇に見舞われたからといって残された久子様が子育てをやめるわけにもいきません。12歳から16歳の子供といえば、まだまだ親を必要としながらも独り立ちしたい欲求もあり、思春期の難しい時期でもあります。徳仁親王が亡くなられておよそ1年後、久子様がインタビューで子育てについてこう語っていらっしゃいます。小さい頃にいっぱい引き出しを作ってあげる、大きくなったら自分の判断で開けられるように。お子様方が幼い時期は徳仁親王もご健在でしたが、
それぞれ2歳差である3人のお子様方のお世話をされるのは大変ご苦労もあったことでしょう。しかも次女の典子様をご出産された翌年に昭和天皇が崩御され、多数の皇位継承行事が執り行われるなど、極めてご多忙な中においても久子様はしっかりとお子様と向き合われていたことがわかります。具体的に何をどのようにされていたかは想像するしかありませんが、おそらく言葉を交わし合ったり、本を読んであげたり、さまざまな体験をさせてあげたりすることで、お子様方の引き出しを増やす努力をされていたのでしょう。それはいわゆるお勉強だけでは増えていきません。たくさんの引き出しを用意してあげることまでが親の務めで、あとはそれぞれ自分の力で人生を切り開くことを久子様は願われていたのでしょう。たくさんの引き出しは幾多の困難に直面しても乗り切る原動力になるに違いありません。何が役に立つかは親にもわからないため、親はとにかく経験させられることをさせてあげるということなのでしょう。それは楽しいことだけでなく苦しいことも含まれているかもしれませんが、結局大人になった子供がそれを活用して人生を豊かにしたり難局を乗り切ったりするかもしれません。久子様は親ができることを最大限されているだけでなく、将来うまく引き出しを開けてくれるだろうとお子様方を信頼し託しているお言葉が素敵ですね。一方でたくさんの引き出しを大人になったら自分の判断で開けるというのは、結果的に壮絶な悲劇に遭われた久子様のお言葉だからこそ強く人の胸を打ちます。思わぬ形で高円宮家の当主となられた久子様こそが、ご自分の幼い頃に培われた引き出しを開けながら多くの難局を乗り越えてこられた結果、現在の素晴らしい笑顔を見せられる境地に達したのかもしれません。ご自身の生い立ちと伝承。それでは久子様ご自身はどのような環境でお育ちになったのでしょうか。久子様のお父様である鳥取重次郎さんは東京帝国大学法学部を卒業後、三井物産に入社し、ロンドン支店次長やフランス三井物産社長、東方物産専務、ワールドインポートマート社長、東海観光会長などを歴任された方です。お母様である鳥取文子さんは外交官であった友田次郎氏の長女として誕生し、重次郎さんと結婚後は商社マンの妻としてニューヨーク、ロンドン、パリなどに同行し、長く海外生活を送っています。またフランス語が堪能であることを生かして、パリでは現地要人と親交を結び、日仏友好の架け橋となるなど、夫を支えながらも単に商社マンの妻だけには収まらない活躍をされていらっしゃいました。しかもフランス語圏で活躍する女性たちの親睦団体フランス語婦人会でフランス文化やフランス語の普及に努め、2013年には卓越した功績を残した民間人に対してフランス政府から与えられるレジオン・ドヌール勲章のオフィシエを授与されています。このように世界を見てきた鳥取重次郎文子夫妻の教育方針や家柄から醸し出される品格などが久子様の原点と言えるでしょう。特に久子様は高い行動力や国際性、社交性を持っていた文子さんの影響を強く受けていると思われます。同じように海外を広く巡った方といえば、皇后雅子様のお母様である由美子さんも有名ですが、海外に出ていくからこそ母国日本に対する愛情や知識、そして日本人としての矜持を持とうと一本筋の通った教育方針をお持ちです。このようなお母様に育てられた久子様や雅子様は、お母様の思いや品格、矜持などをしっかりと受け継ぎ、それを同じように娘たちに受け渡しているのではないでしょうか。それこそがお二人の子育て術と言えるのかもしれません。継子様、典子様、絢子様、そして愛子様のご活躍や佇まいなども、お母様の影響を強く受けていることを念頭に置いて拝見すると感慨深い思いがしますね。謙虚さと強さ。高円宮典仁親王に先立たれて以降、残された久子様と3人のお子様方は強い絆で結びつき、公私ともに支え合ってこられました。3人のご姉妹のうち、典子様は2014年にご結婚されて千家典子さんに、絢子様は2018年にご結婚されて守谷絢子さんになっています。
お二人の結婚にまつわるいくつかの言葉に親子の関係を表すものがあります。それらに注目して見ていきましょう。千家典子さんの夫である千家国麿さんはご婚約内定の会見の際このように語っています。妃殿下が旅先で根付の撮影をなさいまして、何かの景色でしたり周りの様子と根付を一緒に撮影されますけれども、その際にすぐ横で例えば物をお支えになったり、あるいはすぐ横でご助言をされたり、お二人の非常に深い絆というものを感じられることができました。そしてご婚約内定直後の公務で久子さまは、母としての仕事はその先の長い人生を周りの人たちを幸せにしてもらえるように育てることだと思いますので、とりあえずの一歩を巣立ちの日を待っています、ちょっとドキドキしましたとおっしゃっていました。一方、守谷絢子さんはご結婚に際してこのように語っています。父と母のような夫婦になれるよう努力していきます。そして皇族の一員に生まれるということは天皇皇后両陛下をお支えすることだと教わりながら育ちました。今日をもって私は皇族を離れますが、元皇族として天皇皇后両陛下をお支えしていくということに変わりはございません。いかがでしょうか。母と娘というのは同性であるがゆえに時に反発したり気持ちが伝わらなかったりすることもあります。しかし千家典子さん、守谷絢子さん、どちらの結婚の際も母と娘の深い絆がはっきりと読み取れますね。まず千家国麿さんのお話からは、明確に言葉にしなくても夫となる人の目には親子の何気ない日常のやり取りを見て強い絆を感じ取ったということがわかります。それを感じ取れる千家国麿さんも含めて三者ともに素敵ですね。一方、守谷絢子さんの父と母のような夫婦になれるよう努力していきますという言葉だけでも、久子さまの子育ては大成功だったと言えるのではないでしょうか。そして久子さまの母としての仕事はその先の長い人生を周りの人たちを幸せにしてもらえるように育てることというお言葉や、絢子さんの皇族の一員に生まれるということは天皇皇后両陛下をお支えすることだと教わりながら育ちましたという言葉から、久子さまの謙虚さと皇族としての役割を全うしようとする強い使命感、ご意志が感じられます。そしてそれが確実に絢子さんに引き継がれていることも分かり、国民の胸を熱くさせたのです。皇族として、母親として。一般の国民と同様、ご多忙な毎日の中でも、小さなお子様方の声にしっかりと耳を傾け、ご自分の手で懸命に子育てをされてこられた久子さま。しかし、皇族として、また高円宮家の当主としてのお考えもお持ちでしょう。ある知人が絢子さまのご婚約内定の知らせを受け、久子さまに祝意を伝えたところ、One more to go というメールを受け取ったそうです。久子さまは母としての責任感から3人のお嬢様を送り出さないといけないという強い思いをお持ちになっていたといいます。そのため久子さまはお子様方をいずれ皇室を出て一般家庭に嫁ぐ前提で育てられました。一方で3姉妹全員が結婚されると、高円宮家における皇族は久子さま一人きり、継子さまが皇室を離脱することになれば高円宮家が断絶してしまう可能性が高くなります。それでなくても皇室内は公務を行える皇族の減少が加速しており、早急に解決に向けて動き出すべき大きな問題となっています。現状の憂慮すべき状況が続けば、特に天皇皇后両陛下や愛子さま、秋篠宮文仁親王、紀子様、久子様や信子様などの負担がますます大きくなってしまうでしょう。なお、継子様は学習院女子大学国際文化交流学部在学中にイギリスのエディンバラ大学に留学、その後早稲田大学国際教養学部卒業後に公益財団法人日本ユニセフ協会の常勤嘱託職員として勤務する傍ら、公務をこなしていらっしゃいます。2023年6月にはヨルダンのアンマンにあるユニセフが支援するマカニセンターを久子さまと共に訪問され、学習支援や技術向上支援などを受けている子どもや若者、保護者と交流されました。こうした社会的弱者や国民のために働くという選択を継子さまがされたのは、
やはり久子様のお気持ちを受け継いだお子様ならではと言えるのではないでしょうか。ただし継子様がご結婚により皇族を離脱されてしまうと、このようなご活動も制限されるでしょう。当然ご結婚は継子様のご意思が第一であることは言うまでもないことですが、皇族の方としては宮家の存続や皇族の減少などの問題も避けては通れません。責任感のお強い久子様は3人のお嬢様を送り出したいと願う一方で、結婚により活躍の場が狭まり、しかも天皇皇后両陛下の負担もますます増えていきます。これらをいかにクリアしていくかが今後の課題となるでしょう。子供の評価は親の評価。素敵な3人のお嬢様を育てた久子様ですが、現在2人のお孫さんがいらっしゃいます。三女である守谷絢子さんが2019年と2022年に男児を出産され、久子様はおばあちゃんになられました。絢子さんの夫である守谷圭さんは家事にも協力的で、リモートワークの合間に買い物などを進んでやってくれると言いますが、久子様も折に触れて守谷家に足を運ばれお世話をされているそうです。絢子さんも3人の子育て経験者である久子様を頼りにしていることでしょう。1人目の出産時は経験者として、2人目の出産時は上の子のお世話係として、実母の応援は大きな助けとなります。このような実家とのご関係はまさに一般的な家庭と同様ですね。久子様の義理の息子となる守谷圭さんはお母様に気を使ってしまうかもしれませんが、久子様のあっさりとしたご性格もあり、久子様がいらっしゃっている間はより一層守谷家が楽しく賑やかになるでしょう。出過ぎず、それでいてしっかりと支える、そんな親子関係でいらっしゃるのではないでしょうか。このような高円宮家の良好な親子関係が報じられると、よく対比されるのが秋篠宮文仁親王妃紀子様と小室眞子さんの関係です。特に小室圭さんと結婚された小室眞子さんが絢子さんの1歳年下であることや、お二人の婚約内定の時期が近かったことに加え、夫が同じ圭さんであることから何かと比較されがちです。日本郵政に勤められ NPO 法人国境なき子どもたちの理事である守谷圭さんと絢子さんの結婚は日本中から祝福され順風満帆でした。かたや小室眞子さんと小室圭さんは結婚後逃げるようにアメリカに渡りました。母親の紀子様にとっては娘を守れなかったこと、国民から批判を浴びたままなかなか信頼を回復できないことなどから、子育てに関してはじくじたる思いを持たれているかもしれません。現在の日本において娘の行動は両親の、特に母親の評価につながるのが現実です。今後佳子さまや悠仁さまのご同行によっては紀子さまへの批判が変化する可能性もありますが、今後どのように挽回していくのでしょうか。今回は久子さまの子育てについてのエピソードを中心にご紹介してきました。かつて高円宮徳仁親王が薨去されたことを振り返り、宮さまが亡くなられたことは私の人生で一番悲しい出来事でしたが、ご一緒できたことは非常に幸せなことでした。その幸せは亡くなられても消えるわけでなく、子供たちもその幸せを持っていますと語られた久子さま。その前向きな考え方と生き方は常に国民を魅了するだけでなく、お子様方にもしっかりと受け継がれています。久子さまは母親として、時には父親代わりとして3人のお子様をご立派に育て上げられました。夫を亡くすという最大の悲しみを背負いながらも、ご自分ができることを謙虚に、そして最大限にするという子育て、そこには皇室であることや帰国子女であるという特殊な要素以上に、前向きさや一生懸命に対峙するというシンプルな久子様の気質が影響しており、その結果3人の素晴らしい女性が誕生したと言えるでしょう。それは久子様が母である鳥取文子さんから受け継ぎ、確実に娘たちに渡すという子育てのリレーのようです。素敵なバトンを受け取った3人のお嬢様方と久子様ご自身の今後のご活躍からますます目が離せませんね。皆さんはどの部分が印象に残ったでしょうか。チャンネル登録、高評価、コメントもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。